どうも皆さんこんにちは、茶番部の抹茶です。今回はパラディンズカジュアルマッチということで、フレアを使ってフローズンガードで戦っていきます。こちら2ダメージ、対するお相手は2フランク2ダメージということで、お相手はタンクなしということになってますということで、やっていきましょう。あれですね、ついになんだっけこれ、コールドスナップフリアちゃんのスキンが手に入りましたね。なんだ、2020年12月5日ですかね。日本時間の12月5日なんですが、PWC パラディンズワールドチャンピオンカップっていう、まあ世界大会的なやつがあったんですが、まあそれをツイッチで見ることで、スキンのコードが発行されて、そのスキンあげるよっていうやつをやっていて、まあそれでいただいたものですね。タレント試合、ロードアウトはこれでやっていきます。そう、あと、なんだっけ、なんだっけ、あれだ、フリアのコールドスナップだけじゃなくて、インチャン、クイックシルバーのインチャンスキンも、発見されてましたね。もうクイックシルバーに関しては、バウンティーストアでもう、取っちゃってたので、特に、不要だったので、コードは特に使わなかったですが、あとあれかな、PWC 限定スプレーみたいなやつもあってね、それも、もらっておきました。ちょっと設定はしてないんで、ここにはないんですが、はい、ということで、PWC の話を割りやってみましょうと。あれだね、そう。やっぱプロがいっぱいいるっていうのは、まあ、プロの世界大会ってこともあってね。今回、あれかな ?NA、ノースアメリカ、北米の大会だったんですが、大会っていうのか、北米の試合だったんですが、結構楽しかったですね、見てても。普通のランクマッチではあんまりないようなバンピックがあったりしてたので、そういった点がかなり、個人的には見てて面白かったですね。ここまで一発も打っていないという。それやばくない？よいしょ。僕はポイント踏みながらヒールしてあげるのが一番ベターでしょ。一番ベターだったらベストって言えよって話ですが、ベストでしょ。はい。見えるキャラをペチペチヒールしていきますが。ヒールが欲しかったら戻ってきてねって感じですかね。さあ、いい感じにあれできたので、ポイントは取れたので行きましょう。さあさあ、マジでやることあんまりない。よいしょ、ヒールしていきましょう。あ、ついに割ってくし、鬼滅の刃、富岡義勇って名前を見て思い出しましたが、鬼滅の刃の映画見に来ましたね、ようやく。いいね。原作先に見てから行ったので、まあ話の内容っていうか、まあ結末的なのはね、存じてたんですが、まあそれでも、なお、危ない！それでもなお、見てて面白かったですね。やっぱかっこいいな、かっこいいなってなりますよね、なんだかんだやっぱりね。さすが少年漫画って感じですが。それやばい。ミス。なんでこんな、なんかエアポケットみたいなのにあんだ。さあ、キネスサちゃんが。どこにいんの？そのキネスサどこにいんの？あ、ビリビリせんかったか。よいしょ。ああ、申し訳ない。ストリモローだね。今気づいた。バリクモローでした。おー、ナイス。かかはって感じですが、式部と黒のなんだろうな、クロスします。さあ、やっていきましょう。
ヒールを入れつつ味方に羽を翼を捧げつつ、あ、申し訳ねえ。左に寄っていきましょうか。スイスイと移動しながら行きますよと。あ、これ僕ポイント踏んでた方がいいかしら。あ、やべ、顔出したら死ぬ、顔出したら死ぬ、もう死なない。カリオなんかすげえな。タラス君が見えねえんだよ、こいつ。オッケー、入った。よいしょ。よ、ポイント取れたので、行きましょう。よいしょ。前へテチテチ行きますよと。さあ、静かだね。なんかな。よいしょ。あ、いい感じに入ったんだ。ポイント運びながら行きましょう。さあ無事勝利ですね。よしよしって感じでした。本当になんか後ろからピチピチなんだっけ、ヒール渡してポイント踏んでるだけの、もはやなんだんだみたいな、もはやルナみたいな感じでしたね。遠距離ヒールできるんだ。はい、結果はこんな感じですよと。まあ、ヒールしかしてないので火力も出ずって感じですね。いや、もっと打ちたかった感はありますが、まあでもまあヒールしか、逆に言うとヒールしかしなくていい試合って、なんだろう、僕から見たら楽な試合になっているので、まあそういった意味ではまあ良かったのかね。ちょっと1レスしたのはいただけませんが、そこがバッドな点だったかなと思います。あとちょっとあれだね、序盤タンクしか見れてなくて、あの周りちゃんとヒールできなかったのは非常に心残りですね。うん、なんかやっぱりサポート使ってる時、こう周り見るのが、僕はその力が足りないなっていつも思いますね。ちょっとしっかり毎回こう意識して周りを見る癖をつけたり、こう左上のね HP バー確認する癖つけないといけないなって思いながら、生きていきます。はい、ということで今回はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。